佐藤和夫動画チャンネルです。今日の新聞紙上に真岡市議会議員選挙は無投票になるんじゃないか、そんな内容の記事が載っております。まあ、定数は現状維持のままにしたからじゃないかというような形で記事になっておりますが、まあ、前回4年前を思い出していただきますと、4年前もこのような状況でありました。しかしながら最終的には一人オーバーになり、まあ、結果としては私佐藤がビリ当選になってしまったわけであります。まあ、実際のところこういうふうな記事は出ておりますが、1名のまたは2名の方が今選挙の出馬の準備をしているところであり、まあ、おそらく間違いなく選挙戦になると思っております。まあ、きっとまたこの記事を読むと、無投票になるんだったら阻止する意味で出ようかなというふうな人もいると思いますので、まあ、選挙戦は絶対あるもんだと思って佐藤は心の準備はできております。